はい、ウィキリチェックのコーナーです。はい、よろしくお願いします。安田記念ですけども、美穂は、まあ、水曜は2頭しかいないということで、はいはい、ね、まあ、リアルインパクトが目標になんで、ね、はい、研究者はね、で外国も東京にいるということで、はい、目標になんで2頭だけです。そうですね、はい、共に販路でした。オイルキャプチャーがね、デビナジョッキーが乗って54秒4の締まりが 12.1、 千葉市に先着合わせるまで、すごく良かったよね。良かったですね。まあ、1本目からルキャンター上がったんですけど、その時からね、結構もう1本目から結構軽快な足取りだったんで、うん、で2本目12秒1はね、なかなか出なかったんで、うん、まあ、今日の販路はなんかちょっと溶け出てましたけど、うん、まあ、12秒1は、ね、まあまあ馬乗りでこの時計だったらいいんじゃないですか ね、うん、でこの前のほらビクトリアマイルでも勝つんだろうな、抜けてくんだろうなと思ったところで、はい、ちょっと足が何になっちゃったけど、そうですね、この前の内容もね悪くはなかったし、うん、あの東京新聞杯みたいにね、はい、男前での方がいいのかもしれない男前での方が足の方がやる気になるのかもしれない、はい、まあ、海老名さんもね今日またがって、なんか前回よりも具合状態自体はまあいいかなっていうような手応えを感じてたんで、うん、まあね、結構骨っぽい男馬、うん、骨っぽいメンバーなので、まあね、まあ、その辺はあまり強気なことは言わなかったですけど、うん、状態が下がることはないと思うので、うん、そうですね、状態が下がることは維持してるという判断したいなと思ってます、はい、あとレッドスパーダ、はい、8歳だね、まあさすがにズーグなってきてるのか、うん、まあ、今日横山吉木ジョッキーが乗って、うん、半路で54秒3の39秒5の島市春子12秒7で、うん、まあ、エポワスと併入だったんですけど、うん、まあ、ちょっとね、乗った横山ジョッキーが、まあ、前に並ぶのにちょっと手間取った、うん、やっぱズグさが出てますねみたいなことを言ってたんですけど、まあでももともとそんな感じの馬ですからね、最近のレースぶりを見ても、まあね、前々で競馬してそっからがしぶといって感じなんで、うん、動き自体はね、まあ、ね、悪くは思わなかったんだけども、うん、あのレッドスパーダはね、両馬場でこその馬なんでね、週末の雨予報がね、ちょっとどれぐらい降るのか、どれぐらい道があるっていうかね、やっぱ渋るのか、ちょっと渋るところがマイナスになっちゃうんでね。そうなんですよね、藤沢先生もね、うん、お父さんはあんなに道悪うまかった子供は情けないそう、前走のね、競馬見てるとね、道悪とね、両馬場じゃ全然馬の走り方が違うんでね。そこだと思います。状態はいいです、はい、いいと思います。だから馬場状態です。あとはそうです、ね、このままは雨予報ですからね、馬場、うん、に流されちゃうとどうかっていうのもありますけど、はい、まあ、馬の馬場自体はいいと判断したいですね。あとはまあ関西馬ばっかりなんで、うん、わかんないですちょっと追い切りをね、はい、これも関西の方を見てください。はい、はい、今日はそこまでです。はい、はい、でしょ。